ギフト。宮崎で活躍する人々にライフワークを通じて受け取ったギフト、贈りたいギフトを問うてみる。ライフワークイン宮崎ギフト。プレゼンテッドバイカラメン屋増本。宮崎市の大江戸にありますバーバーニコニコで店長をしている山崎誠二です。1934年創業の87年目になります。理容師の特徴としては決定的に違うのはシェービング、顔剃りですね。髪剃りが使えることであると思います。女性のお客様などもシェービングいらっしゃいますし、ブライダルシェービング、花嫁さんもいらっしゃったりとかするので好評いただいてます。私たちはハサミ特殊カミソリを使ってお客様をリフレッシュする仕事ではあるんですけども、デザインを作り上げていく仕事なので、そこに何か楽しさっていうのはあると思ってます。私が受け取ったギフトは先々代からいただいたハサミと櫛です。入社して3ヶ月目で頃ですかね、近所のおじちゃんが今度来る時に髪の毛を切らせてやるからっていうふうに言われて、ハサミも櫛も持ってなかった時に先々代からいただいたハサミと櫛で練習しまして、その時のそうですね、先輩方とかから教えていただいて、1ヶ月後ですねに来店した時に切らせてもらったんですけど、全然キジキジでうまくできなかったんですけど、そこから利用しを目指そうと真剣に思いました。厳しくもあったんですけど、すごく優しい方でした。毎日顔剃りのモデルになってくださって、シェービングのカミソリを使うっていうことの魅力に引き込まれていきました。やはりこれから理容師を目指す方たちを全力で応援していきたいですし、今まで87年間支えていただいたお客様に感謝をしながら100年を目指していきたいと思ってます。1億人を笑顔に、食べる幸せをあなたに。この番組はカラメン屋増本の提供でお送りしました。